こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。先日、砂原のお嬢様たち、クエストで、ピアブロスやシュミトを相手にしてきたのですが、見事に蹂躙されました。また大して準備せずに、突っ込んだのか、反省しております。なので今回は、まずピアブロス自体の動きを思い出すため、ピアブロス原種の修行をしたいと思います。今回挑戦するクエストは、砂原の角に置かれ、です。まずは原種からか。はい、足のクロックアップがやばすぎるので、まずは原種で動きをつかみたいと思います。それでは今回のスキルを解説したいと思います。今回発動するスキルですが、貫通弾、貫通矢アップ、回避距離アップ、回避性能2、耐震、となります。今回は耐震か。はい、ディアブロスは、地面に潜った後、ハンターの足元を揺らした上で地面から突き上げ攻撃をしてきます。そのため、耐震がないと、突き上げ攻撃に対処できなくなります。また、突進や突き上げの回避に、ある程度の余裕を持たせるため、回避性能にも発動しています。そして、今回の猫飯では、猫の手配上手を発動しています。手配上手、砂漠のマップなんてもう覚えていないので、開幕から地図が欲しかったんです。ああ。それでは、砂原の角竜を狩れ、行ってみましょう。まずは地図の回収に、ベースキャンプへ戻ります。戻り玉はそのために持ってきたのか。適当に彷徨うよりも、確実に戻れますからね。地図を回収したので、これでディアブロスを探しに行けます。さて、時を飛ばしましょう。地面から、ディアブロスさんが生えてきました。いきなり来られると、びっくりするよな。さて、ディアブロスですが、まずは通常状態なので特に問題はありません。大丈夫なのか。はい、地面に潜られると突き上げが来るので、そこは注意する必要がありますが。はい。確かに注意の必要があるな。まあでも、そこまでダメージも高くなく、動きも遅いので、まだ大丈夫です。とりあえずは、攻撃に専念しましょう。そう言ってる間も、結構被弾しているんだが。多分大丈夫です。突き上げが怖くて、立ち止まれませんでした。さっきのがトラウマになってるんじゃないか。さて、そうこう言ってる間に、ディアブロスさんはどうやら怒ったようです。怒ったのか。ディアブロスは、怒ると口から黒い息を吐きます。確かに出てるな。そして、怒ったディアブロスさんはクロックアップします。具体的に言うと、速度が速くなります。あう、確かに速くなってるな。というか、普通にピンチになってるじゃないか。ピンチです。いやもう、怖いですね。回復する隙がないな。なんとか持ち直しました。さて、一通りの説明は済んだので、ひとまず時を飛ばしましょう。その後いろいろあり、結局1落ちしました。結局落ちったのか、不甲斐ないです。さて、ディアブロスさんがこちらに突進しようとしましたが、途中の障害物に、角が刺さって動けなくなりました。動けないのか。はい、なので攻撃のチャンスです。お、角が一本折れてますね。ラッキーです。V 破壊はあまり考えていませんでしたが、これで角を落としてくれます。よかったな。まあ、まずは角が限定ですが、
さすがディアブロスさん、疲労状態になっているようですね。とうとう動き回っているからな。今がチャンスです。また怒ると手がつけられないからな。エリア移動で逃げられたな。追いましょう。状態に突入したところで、ギリギリ倒せました。危なかったな。タイムは16分24秒でした。とりあえず1オプが課題だな。そうですね、前半の動きがだいぶガバガバだったので、もっと集中します。さて、とりあえず原種は勝ったので、次はアシュにリベンジしたいですね。アシュ2頭か。いえ、まずは1頭で様子見させてください。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。